What's up guys, Katsuto here, and today video is going to be different. This is I bought it on Steam. This is a Japanese game. It's called Fairy Fencer F Advent Dark Force. This game is novel game like any other Japanese game, but there are adventure gameplay and strategic gameplay, some action, something like that. Look at the cute person here, and I just bought it on Steam on summer sale. I bought it on that day, and I played not a little bit of it. I play it and it doesn't lag, so maybe I can record it, and here we are. I recorded it for you. And about Sniper Elite 4 too, Sniper Elite 4, I'm going to apologize for you because it's not finished yet. So I'm going to finish it soon as possible as I can. I hope I can make it with, and I'm going to finish this series too. So I hope you guys like this video. Please leave a like and don't forget to subscribe. See ya. Peace out. やがて光と闇は互いを飲み込み、光は闇に蝕まれ、闇は光に切り裂かれ、両者は命を失った。死にゆく星が閃光と暗黒の中に落ちていくように、女神と邪神は永遠の眠りについたのである。 And so a long time passed. Whoop. What time is it? 2006. Wait, why is it 16? 17. Nice auto. ファング、ちょっとファング、起きなさい。ほら、起きるのよ。とっとと起きて。私よ、アリンよ、助けに来たわ。逃げましょう。助ける？誰をだ？あんたに決まってるでしょ。ファンを無銭飲食して捕まるなんて。 全くなさけない。早く起きて、逃げるのよ。逃げる？なんでだ？あんたにはフェンサーとしての使命があるでしょ。さっさとここから出て、私と一緒にフューリーを集めるのよ。嫌だね。俺はここが気に入った。ここで一生を過ごす。だからほっといてくれ。は？あなた分かってるの？ここは牢屋なの。
ここにいればただで飯を食える。寝たいだけ寝れる。まさに天国だ。俺はここで死にたい。バカ。そんな美味しい話があるわけないでしょ。この町では食料を盗むことは重罪なのよ。しっぺ100回の刑よ。手が腫れて動かなくなっちゃうんだから。それはいい。もう顔を洗わなくて済む。呆れた。あなた。 本当にバカなのね。手が動かなくなったらもうご飯も食べれなくなっちゃうのよ。よし逃げよう。疲れたオブレ。は？何言ってるの。まだ10歩も歩いてないじゃない。長年の牢屋暮らしで体がなまっちまった。いいからオブレ。 ふざけないで。たった3日牢屋にいたぐらいで。いちいち逆らうな。俺はご主人様だぞ。妖精の分際でこの前来な。神聖な俺様の体を背負わせてやると言ってるんだ。ありがたくお前。いい？はっきり言っときますけど、私はあなたのしもべじゃありません。フェンサーと妖精は対等なの。覚えておいて。静かにして。 魔法で干渉を眠らせているけど、目を覚まさないうちにさっさと逃げましょう。チェッ、仕方ねえな。はあ、なんでこんな奴が私のパートナーになっちゃったんだろう。お、ブランキー。そうですね。そうですね。ビギン。 ああ、腹減ったな。誰かパンでも恵んでくんねえかな。なんだい、兄さん、よそ者かい。まあな、そんなとこだ。なあ、あの剣は何なんだ。妖精武器のフューリーさ。あれはこの町ができる前からずっとあそこに刺さってるんだよ。未だに誰にも抜けない不思議な剣でね。たまに腕自慢が剣を抜こうとするんだが。ふん、剣を抜くと何かいいことがあるのか。 どんな願いでも叶うなら飯食い放題だな。おお、おお、サンピカな。初めまして。私はアリン、妖精よ。飯出せ。あなたが今手にしている妖精武器フューリーに宿る命、それが私ね。あなたのお名前は。俺様はファングだ。飯出せ。よろしくね、ファング。ガッデン。そして剣に宿る私の力も あなたのもの。今日からあなたはフェンサーよ。私と一緒にフューリーを集めるの。おいおい、黙って聞いてりゃ勝手なこと抜かしやがって。何がフェンサーだ。俺の運命は俺が決める。いいからとっとと名刺を出せ。フェンサーはフューリーを集めるために戦う剣士のことよ。そして今あなたが手にしているのは全部で100本あるフューリーの一つでしかないの。全てのフューリーを集め、 邪神と一緒に封印された女神を復活させればどんな願いでも叶えられるのよ。なんだそりゃ。さっきと話が違うじゃねえか。騒ぎだ騒ぎ。この剣を抜けばいいんじゃなかったのかよ。いいえ、それはまだ始まりに過ぎない。さあ若きフェンサーファング、私と一緒に冒険の旅に出ましょう。やだ。え、 今なんて。やだ、めんどくさい。フェンサーになんかなりたくない。武器を100本集めるなんて考えただけでげんなりする。ちょっと、あなたは私の封印を解いて目覚めさせたのよ。あなたはもうフェンサーなんだからね。私と切っても切れない絆ができちゃったんだから、そんな冷たいこと言わないでよ。絆？
そんな絆、俺が断ち切ってやる。アバヤ。待ちなさいよ。この剣を抜いた以上、あなたは私と一緒に女神を復活させる運命なの。ふざけるな。俺の運命は俺が決める。誰の指図も受けない。ひどい。私、初めてだったのに。責任ぐらい取ってよ。白状者、最低。どっか行っちゃえ。I think this is the beginning. それで誰も抜けない剣を抜いたからパンぐらい多めに見てくれるって思ったわけね。考えが甘いわ。別に盗んだわけじゃねえ。試食品だと思ったんだ。いっそのことこの剣を金に変えちまえばよかったぜ。ひどあなたはフューリーに選ばれたのよ。この意味わかってる？しかも宿っていたのはおっさんでも不思議な動物でもなく、こんな可愛い女の子の妖精だったのよ。頼むからもっとウハウハしてよ。頼むから。貴様らそこで何をしている？やばい、見つかったわ衛兵たちよ。お前がでけえ声出すから。よしお前、俺を助けるために犠牲になれ。俺はご主人様だからな。当然のことだ。何度言ったらわかるの？私はパートナー、五分と五分よ。ほら戦いなさい。ファング、私を使ってフューリーの力を使うのよ。フェアリンク。フェアリンク。Basic metal content. Let's skip this. Let's skip it. Let's see what we got. さあやるぜ。さあ行くわよファング。あたしを使えばこんなやつら楽勝よ。剣じゃねえかただの。数から不利なんだぞこっちは。普通の剣じゃないんだから。常人と違って強力な連続攻撃ができるの。そんだけかよ。それだけなのか？あん、私は妖精よ。よ、せ、い、私を通じれば魔法が使えるのよ。なに？魔法？早く言えそれよ。暗記もフォアグラフォッチャーちゃん、メッシュを出せ。 Really? ちょっとちょっと、そんな魔法じゃないわよ。いい？攻撃魔法が使えるの？それを使って。 I know what you mean by全然実用的じゃない。何言ってんの。今使いどこでしょ。行くわよ。行くぜ。よいしょ。抵抗するな。さあ、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 マジカルエフェクト、バーン。燃えろ。次。そんな。そして込んでね。待って、まあ、これって結構強かったんだな。まあ当然か、俺様だからね。そうよ、あんたにはもともとフェンサーとしての才能があるんだから。さあ他の衛兵に見つからないうちに早く逃げましょう。だから誰のせいで見つかったと思ってんだよ。Skip it. No. Okay. Oh, what's this? Okay, use that. I got money. Nothing's there.
Something. Okay, I think I already got it. Yep, I already got it. So, no problem. No. Let's just go. Hit on this. Okay. We can do this for long. Not so long. Keep it short. Okay. And if you ask why I use the Japanese language for it, for this thing, it's just if I use that and I use the language Japanese, but the subtitle. English. It's more omoshiroi. It's more interesting, right? Maybe you can, you know, learn from here. Learning Japanese. アタックエフェクト。充電しました。この。やあ。寝てろ。マルイがやらせてもらった。ちょっと待って。これがアイユスディレクトキー。おい。レウィゴ。よっ。よっ。何ting。やってね。 やらせてもらう。おとなしくしろ。さあ、さあ。それ、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 
です。ほんまな。Saya akan mati dia tau karena It's not like actually this is the local game from Japan, but if you play this local game, it's like you see movie, right? So to make it interesting, here we are. So between this action game and married with novel games. Many of the Japanese game is novel game because you know, anime, you should watch it if you want to see. But I know probably some of you watch anime. The character design is so fine. I mean, it's not just fine, it's good. I mean, it's different from everything from the West. From the UK. Oh yeah, it's anime. Should I say USA? And UK. It's all pretty different. My audio sucks. Okay, I earned 7 XP. Wow. That's a lot. No. Okay, let's see. It's already. Okay, let's see. I'm going to use this. I get the blue key, right? So then I'm going to this way again. Then I know you. After this, I think there's something I can do. But we still have to go. I don't know what this thing. I know what is that. There's a battle, but I don't know what use for. Come on! I think I can equip some of it. Venom. Come on! Got them like 60 PS. What the fuck is this? Got it. Save. I'm assuming. Oh, come on, let's go. And this prologue, so we can go home. And this video is short. Maybe someone's challenging. まだまだ行くぜ。覚悟しね。
さあ、どうだ？終わらん。やらせてもらう。ちっちゃ上がり。信じる。今度な。よし、ここが出口だな。待って、あれは貴様、フェンサーか。あ、ちげえよ。俺はうっかりこいつの初めてを奪っちまったおかげで責任取らされそうになってる哀れな詐欺被害者だよ。ふざけたこと言ってる場合じゃないわよ。こいつ、なんかやばい。ここにフューリーがあるという情報を聞きつけて参上したが、向こうからやってくる武の道を行く者同士惹かれ合うのが宿命ということか。おいおい、あんた人の話聞いてる？とにかくフューリーを探す手間が省けば、互いに命を懸け正々堂々力を比べ合おう。だから俺はフェンサーになるつもりは。いざ参る。パパ、片付ける。手加減せん。アタックエフェクト充填しましょう。このや始めるぞ。この程度で挑むぞ。ごめん。なんなんだお前。フェンサーの力。貴様の剣には何もない。覚悟も信念、そんな剣では私を倒すことはできん。ファング、ここは一旦引きましょう。今のあなたじゃ勝ち目はないわ。バカ、舐められたまま逃げ出せるか。いいから、少しはパートナーの言うことも聞きなさい。なあ、ちょ、引っ張るな。逃げる。あのファングとフェンサーとしては未熟だが、我が魂を震わせる何か。しばし猶予を与えてみる。どうやら追っては来ないみたい。手離せ。た、勝手に逃げ出しやがって。俺はあのままでは勝てたのにな。無理よ、奴は手だれのフェンサーだった。妖精との合体の仕方もわからないあなたには絶対無理。あっさ、何でもいいわ。ねえねえ、負けたままじゃ悔しいでしょ。あなたもあいつみたいに戦ってみたいでしょ。だったらちゃんと私をパートナーと認めて、一緒に残りのフューリーを集めましょう。女神を復活させるために。何の話だ。勝手に展開を決めるな。前も言ったが、俺はそんな面倒くせえことに興味はねえ。何よそれ。助けてあげた恩を忘れたの？あなたには人としての良心ってものがないの？良心？そんな言葉初めて聞くぜ。アバよ。記憶がない。うん、女神を復活させなければいけないことはわかるんだけど、それ以外のことは何も覚えてないの。だから。だからなんだ。やっぱりいいわ、もう行って。私のことなんか放っておいて。ファングにしてみたら迷惑な話よね。こんなわけのわからないうざい妖精につきまとわれて。どうしたの？とっとと行きなさいよ。あなたに捨てられ、私は身も心も疲れ果て、ボロ雑巾のようになり、寂しい路地裏で死ぬんだわ。自分のことも何も思い出せないまま。なんてかわいそうな私。なあ、お前と合体すれば本当にさっきのやつみたいな力が出せんのか？そりゃもちろんよ。
ま、確かにやられたままってのはムカつくしな。女神だなんだに興味はねえが、あいつに借りを返すまでお前を利用してやってもいい。と、いうことは？なってやるよ、お前のパートナーに。やったー！もう、本当は優しいくせに無理しちゃって。だが、一つだけ条件がある。あ、条件？いたぞ！こっちだ！さっきの衛兵の生き残りか、しつこい奴らだ。Okay, mission go. Are you PT tank? I'm in PT tank. Pistol go on. Okay. There's a bed. 覚悟はいいんだな。できる。今のファングのテンションならフェアライズできるよ。フェアライズ。フェアライズ。タコライズの仲間か。Okay. バカ。フェアライズよ。フェアライズ。だからなんだよそのフェアなんとかは。いいから叫んで、フェアライズ。叫べばいいんだな。Hey. フェアライズ。Get there, bye. Ha, come on, will. フェアライズ、not rice。何も起きねえぞ。恥ずかしい思いしただけじゃねえか。だからフェアライズじゃないって言ってるでしょ。ズーよ。もう一回行くわよ。覚悟しね。フェアライズ。おお。フェアライズシーケンスコンプリート。よっしゃ。アタックエフェクト。わお。アタックエフェクト。中継スラッシュ。わかってる。行くよ。次行くぞ。力が。おお。なんだこれ。変身した？これがあなたと私の力を融合させた戦闘形態、フューリーフォームよ。っておい、さっき腹に剣刺さったぞ。それになんで思わずポーズ取ってんだ俺は。ちょ、超恥ずかしいぜ。いや、それであなたの戦闘力が大幅に強化されたはず。さあ、行くよ。I'm gonna embarrass myself。 それにフェアライズって要は変身って意味だろ。じゃあ、変身って言った方がかっこよくないか？なあ。さあ行くよ。敵だとも戦いなさいよ。細かいオタコね。いや、お前説明少なすぎて。さあ行くわよ。覚悟しね。さあ寝てろ。そう。突っ込んでね。Recognize. これが妖精武器フューリーの力、そして私とあなたが生み出す絆の力よ。そういうもんなのか。ま、絆なんて面倒そうだが、今みたいにすげえ力が出るなら悪かねえな。で、さっきの条件って何？いいか、これだけは忘れるな。俺の運命は俺が決める。俺の意志が俺の運命なんだ。なんか急にかっこいいけど、具体的にはどういうこと？食いたい時に食う、寝たい時に寝る。単純なのね。わかったわ。なるほど。最初はセーフトロークI want to save you. Ah, well, that's the intro for the game. It's not the intro for this video, but that's the prologue. Why would I say intro? My memory kind of blank. Okay, still wins.
ここまで来れば一安心だ。さて、それでお前の記憶はどうすれば取り戻せるんだ？フューリーを集めればいいのよ。そのうちきっと私のことを知っている妖精と出会えるわ。出会えなかったら？100本全てのフューリーを集めれば女神が復活する。そうすれば全て思い出せそうな気がするの。100本全部？ずいぶん気の長い話だな。だいたいその女神ってのはどこの誰なんだ？いにしえの昔、この世界の平和を司っていた神様のことよ。今は深い眠りについているけど。眠っているのを起こすのは申し訳ない。俺としてはとっととお前の記憶を取り戻し、こんな冒険をやめて元の生活に戻りたいところだ。まあ何でもいいわ。とりあえずフューリーを集めましょう。ちょっとそこのかっこいいお兄ちゃん。ほう、気持ちのいいやつだな。確かに俺様はかっこいい。ところで誰だお前？私ロロ、便利屋やってるの。お兄ちゃんフェンサーでしょ？それじゃあフューリーを探してるんだよね。お得な情報も売ってるよ。なんかうさんくさい子ね。本当に使える情報なの？もちろん。でもお金はちゃんと払ってね。私値切る人って大嫌いなの。おう、話が早くて助かったぜ。それじゃあ早速一つ頼むとすっか。はいはい、毎度。フューリーの情報ね。でもその前にお代の方をいただきます。今日は特別サービス、このお値段にしとくね。あかん。仕方ねえだろう。この際金よこせ。なんだ、結構持ってるじゃねえか。どうしたんだこの金、まさか盗んだんじゃ？あなたが牢屋に入っている間に身につけていたアクセサリーを売ったの。何かと入り用だと思ってね。はあ、案外気が利くじゃねえか。そういうことなら遠慮なく使わせてもらうぜ。はい、毎度。ソーユル草原にフューリーがあるらしいよ。結構強いモンスターが出るらしいから頑張ってね。それじゃ。ソーユル草原か、遠いな。お前一人で行ってこいよ。何言ってんの、私たちは二人で一つなんだから。ほら、何グズグズしてるの。さっさと行くわよ。分かってるっつーの、命令すんな。Well, that's it for today guys. I hope you guys enjoyed. Please leave a like and don't forget to subscribe.